やっぱね、違和感なんですよ。こいつだけニックネームないのが。いやでもね、もう俺ね、もうごめん、これしかね、思いつかないわ。獅子王まことしか思いつかないわ。いや待ってよ、無限大なって感じだから、どっちかっていうとまこと獅子王なのかな。海外版ね、海外版って考えよう。あ、まこと獅子王の方が好きだな。うん、まこと獅子王シークレットサート無限大な。あ、完璧完璧。よし、これからこのポケモンはまこと獅子王だ。るろうに剣心わかんなかったらなんのこっちゃだよね。まあさすがに一旦まこと獅子王は下げるんだけど、でちょっとちゃんと育てたい奴らもね、ちょっと入れていこうかなってことで、リチャード、重血、劣化、これはちょっと育てたいから一旦戻します。まあ3体60レベルいれば、まあ先進んでも大丈夫でしょうって思っているんだけども、どうだろう。まあ行ってみようか。はい、それでは続きね、ブラッシータウンの研究所、ソニアとちょっとお話があると。あれ、君誰？あら、知らない。ソニア博士、お客様です。助手かな。いらっしゃい、藤。そっか、君も博士だもんね。助手を雇えるぐらいになりましたか。助手さん？大正解。研究が忙しくなって手伝ってもらってるの。ほう。ローズ院長が集めていた大量の願い星、今この研究所で預かってるんだけど、彼女がテキパキ整理してくれてね。すっごくできる人で、ほんと助かってるのよ。ああ、こいつなんかもしかして後に悪いやつになったりしないって疑いすぎ？いえ、そんな。チャンピオンの藤井さんですよね。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いしますね。ちょっと来てよ、見てもらいたいものがあるんだ。はい。俺いつも思ってるけどさ、このソニアちゃんのさ、このシャツの色、シャツなのか、それニットかの色さ、すげえ好きなんだよね。あの若干エメラルドグリーン的な色、もう俺エメラルドグリーン大好きだからさ。はい、パワースポット探しマシンって覚えてる？ダイマックスできる場所、ガラル粒子が多いところに反応する装置なんだけど、うん、ビンゴだわ。あいつらの近くに行った時、なぜか反応したの。あ、あいつらが近くに来たから反応したんだ。なるほど。もしかして、いや、つまりね、パワースポット探しマシンの反応を追えばシーソーコンビがいるかもってこと。シーソーコンビって呼んでるんだ。シールドソードね。はいはいはい。シルディとソットの頭の文字取ってシーソー、呼びやすくない？そんなわけで、ガラルの至るところに仕掛けたパワースポット探しマシーンに、お、アクセス！それでわかるってわけか。あー、どこにいるかわかるんだ。ありがてえ。え？わかる？これで。あ、反応がある！これだ！え、これ今押しちゃっていいの？てか、もう、あー、そっか、もうなんだかんだ、俺こう全部見たんだ、ガラル地方。すげえ感慨深。いや、そのどうでもいいや。え、こっち。こっちね。今は使えません。って感じね。わ、予想以上の反応。場所はターフスタジアム？スタジアムはダイマックスできるから反応してもおかしくないけど、これほどの数値は異常だよ。無限ダイナーは違うよね、フジが捕まえたし。もしやシーソーコミと何か関係があったり？フジ、この騒ぎ、チャンピオンとして見過ごせないよね。富士のタウンマップでも粒子の反応を見れるように、そういうとこから、迷ったら見てね。ありがとう。なるほど。こうやって、シーソーコンビを追っていくんだ。じゃあ、まずはターフスタジアムか。はい、空飛ぶタクシーでターフタウン来ました。いや、久しぶりだね。ここって、あれ？ここって、ああ、そっか。ヤローさんか。いるかな？おい。シーソーさん？あ！あれ？ネズさんもいる！なんで？お！君は！おー、チャンピオン来てくれたんですね。お久しぶりです。のんきな挨拶ですね。久しぶりだな、ネズさん。新しいチャンピオンをダイマックスより大物ですよ。実はネズさんとのエキシビションマッチの途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましたね。絶対あいつらじゃん！観客やスタッフたちを避難させていたんですよ。ギャーン！どうした、ギャーンなんて。誰？あれ、ホップ。北側の観客全員避難終わったぞ。働いてる。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだ暴れてる。ホップさん助かりましたよ。さすがはジムチャレンジャー。頼りになりますね。セミファイナルトーナメントで敗退したけど。あ、フジ。赤いのと青いのをかけてたらタイフスタジアムに入ってくのが見えてさ、
後をつけたら突然こんな騒ぎになって、ほっとくわけにもいかないし手伝ってたんだ。だからごめん、あいつら見失っちまったぞ。あ、マジで？ふん、ホップさんが見かけた怪しい人物も気になりますが、今も暴れてるダイマックスポケモンをおとなしくさせましょうよ。非常に手強い相手なんですよね。チャンピオンの藤井さんにも手伝ってもらえると嬉しいですよ。ああ、いいよ、もちろん。ではバトルコートへ向かいましょう。俺も手伝いますかね。ポケモンに罪はありませんが、ステージを邪魔されてはちょっと許しがたいですよ。ほら、元チャンプの弟よ、君も来るのです。元チャンプって言うな、あんまり俺がついていっても力になれるかどうか、みんなの足元になっちゃうかもしれないしさ。そんなのホップらしくないよ。多分ですけれど、ダンデなら迷いませんね。道には迷うけど行きますよ。分かってるぞ。ネズさん、兄貴だからなのか何かと世話してくれますね。確かにな、お兄ちゃんだもんね、あのマリーちゃんのね。さ、僕たちも行くとしますか。ってことはダイマックスポケモンとバトルの、まあ、4対1か。で、ポケモンってのは一体誰ですか。すげえ、なんか、あいつか、アマージョ。観客は全員避難してるな。で、ルイセンになっちゃってるか。これちょっと相性が悪いんじゃないか。やっちまった。あ、そっか、ターフスタジアムだから草タイプあったのか。考えれば分かった話。いやー、これどうしよう。ポケモンって変えれる感じ？あ、変えれるね。あ、であれば、どうしよう。かといって誰にしたらいいかな。あ、そっか、シャドウでいいんだ。だからトンボ返りしよう、一旦。トンボ返りで、アマージョ。はい。さ、まずはね、一旦下がりますよ。抜群なのね、虫タイプな。はい、シャドウ行っといで。まあ、だけど、なんか、簡単に勝てそうな気がする。うん。いやー、なんか胸熱いよね。すげえじゃん、ホップちゃん。なんかエースガンだもんね。あ、これ、俺なんかする必要ある？ダイナックル。誰に？誰に誰に？充血じゃなくて、これは誰の？あ、ネズさんもか。ネズさん、大丈夫？やられた？立ちふさぐま倒れた、ネズさんもが。悲しい、なんか。さあ、ヤローさんのポケモン何それ？タルプルって何？タルプル、かわいい名前してんな。ダイマックスは別にいいかな。もうブレイブバードでやれちゃうんじゃないですかね。さあ、やっちまいましょう。あ、ホップ、ダイマックスか。ホップのね、エースバーンかなりいいよね。ホップ、どっちが先に仕留められるか競争だ。あ、これ決めちゃうんじゃないか。これ決まっちゃうな。決まっちゃった。わあ、まあ譲るわ今回は。うん、あれ終わったよね。あ、いや、あ、ギリギリちょっと残ってた。え、本当にちょっと数ミリ残ってんじゃない。あ、本当だ、1ミリ残って。ああ、いや、俺だー、やったー。やった俺が締めました。ホップは優しいんだかなんだか。オッケー。さあ、これで、あ、アマージョ麦ヒューって言ってる、かわいい。ヤローは元気のかけらを使った。そうね、ポケモンに罪はないもんね。シャナリ、とりあえず一段落ですね。ダイマックス、やはり好きになれないですね。ネズさんのダイマックスぐらいは相変わらずですね。しかし、さっきのダイマックスは何か奇妙でしたね。トレーナーがいなかった。そうなんだよ。それにポケモン自身も力を制御できなくて戸惑っている感じだったぞ。かわいそうですね。ダイマックスは通常ダイマックスバンドにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモンとトレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。ノイズね。藤井さんは何か感じました？感じた。もちろんチャンピオンだからね、感じたかもね。うん、感じました。違和感あったんですね。こちらのポケモンのトレーナーも見当たりませんし、謎が謎を呼ぶ事件です。こちらのポケモンはターフジムで責任を持って報告します。みんな本当にありがとう。おかげで助かりましたよ。ちょっと藤井さん、僕の助けが必要になったらいつでも呼んでくださいね。お、
ヤローのレアリーグカードもらった。何それ、レア。ほんならアマージョちゃん、僕についておいで。シャナララララララ。何それ、レアリーグカードって。あ、おやおやおや、あのダイマックスを抑えましたか。おやおやおや、さすがリーグチャンピオン。あ、お前そんなとこいたのかよ。あ、お前らやっぱりこいたんだな。靴だけに返せよ。おや、あなたのものでもないでしょうに。たとえあなたのものでも返しませんけどね。なんだと、そっから出てこいよ。お、どなたですか。観客やスタッフは避難させたはずですよ。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティ。はあ？と言いますか、なんですあんた、変な髪型、おめえが言うか。おまけに全身白黒、ナンセンスな兄貴。失礼な人は信用されませんよ。しかし実験は成功ですね、弟よ。次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。やっぱお前らのせいか。最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるのです。ザシアンとザマゼンタが何だって。憎きチャンピオンよ。我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたくばせいぜい我々の華麗なおしん入りを追いかけてくることですね。セレブリティ、それではグッドバイ。怖い、逃げんなあの犯罪者。待て、この騒ぎお前らの所在だったんかよ。オッペ、落ち着きなよ。相変わらずノイジーだね。でもあいつらが逃げちゃうぞ。トラップの可能性もあります。不用意に追うのは反対ですね。でもさ。いや、分かったよ。それでオッケー、少しクールにおなりなさい。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせた言ってたことからほぼ確定ですね。しかもこれからもやるって言ってた。もう許せないよ、そんなの。止めないと。だよな。朽ちた剣を取り戻すどころじゃない。無事、ネズさん、あの二人を止めないとだぞ。そうね。てか、なに、ネズさんと一緒に行動できるの。嬉しいんですけど。で、行く感じ。赤いのと青いの次はどこに行ったんだ。で、外に出て、ダイマックスバンド持たない二人がどうやってポケモンをダイマックスさせたんでしょう。さ、確かにな。どうやってダイマックスさせたんだろう。さあ、外に出まして、あ、ソニア、あ、いたいた、富士、大変だよ、どうした。ターフのガラルリシャンヌが収まったかと思ったら次は、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアム、2箇所膨大なガラル粒子が、観測されたので、結局ターフスタジアムは何が起こったの。アーリーのまま大げさに大げさに言っていいことあるか。まあ、大げさに言ってみよう。ダイマックス社ポケモンのせいでスタジアムがコッパみじん、嘘ってあるじゃん、ターフスタジアムこれシーソーコンビの謝罪なの。あ、ソニア、ホップにネスさん、どうしてターフスタジアムから。スパイクタウンじゃないですよ。元ジムリーダーですからね、どこに行っても不思議じゃないです。元ジムリーダー。ネスさん今ジムリーダーじゃないの。もしかして、マリー、でもマリージムリーダーなりたくないとか言ってなかったっけ。あれ、それよりも他のスタジアムでダイマックスが暴れてるですと。ターフスタジアムと同じ反応が他の街からも。マリーが心配です。あ、そっか、やっぱりマリーかすげえ顔だしそんな顔するか。あ、スパイクタウンは大丈夫っぽいです。バウスタジアムとエンジンスタジアムだけ。そうですか。ポケモンが勝手にダイマックスさせられるなんてほっとけない。フジもそう思うよな。おし、今すぐスタジアムへかな。お、それでこそチャンピオンですね。シーソー込みのことは私に任しといて。ネットの目撃情報で居場所特定してやるわ。情報収集はソニアさんに任せて、俺たちは他のスタジアムを助けに行きましょうか。そうだね。じゃあ行こうか、ネズさん。どっちのスタジアム行くかは君に任せますってことで、どっちに行こうかな。エンジンシティ、カブさんのところか、バウタウンで、ルリナ。さあ、バウスタジアムやってきました。困ってるかな、ここでも同じように。あ、いるね。
ルリナ大丈夫？あなたたち、今ここは危険よ。事情は分かっていますよ。お客やスタッフは無事ですか？ええ、つい先ほど避難が終わったところだけど、あなたたち、見れば見るほど不思議な組み合わせね。確かにね。不思議だよな。ほっといてください。俺たち、助けに来たんです。それ本当に助かる。ダイマックスしたポケモンが協力で手を焼いてたの。みんなが手を貸してくれるのはとても心強いわ。行きましょう。よし、行こう。多分水のポケモンがダイマックスしてるだろうなってことで、実の子を先頭にしてるんだけど、どうかな？合ってるかな？うお、ギャラドスか！なるほど。いいですね。望むところですよ。行ってこい。もう、ダイマックスできるタイミングがあったらもうやっちゃった方が早いかな。うん。エースバーン、今回ちょっと分が悪いぞ。さあ。威嚇ね。結構これ厄介だな。高キック下がっちゃうもん。あ、もう溜まってるね。もう行っちゃおっか。もう終わらせよ。ダイマックスの大サンダーで決めちゃいましょう。オッケー。実の子、決めてやりな。まあ一発で終わるんじゃないかなと。うちの実の子ちゃんなら。なんたってチャンピオンの実の子だからな。しゃあ。いやー、ストリンダーはね、これローな姿だけど、ハイな姿もね、ちょっと育成してみたいよねって思ってるさ。大ストリーム来るか。誰に？おっとー、ルリナか。持ちこたえてはいるな。さあ、あ、雨が降った。あれ、雨が降ってる状態って電気もこれ上がるんじゃなかった？だって電気通すじゃん。さあ、地獄好き。さあさあさあ、避けてなさい皆さん。さあ行け、チャンピオンの第3だ。おれー、うわ、強すぎ。本当に強かった。さすがですね。いやー、見てて惚れ惚れしますよ。さあ、終わった。爆発した。ごめんね、ギャラドスちゃん。終わった。あなたたちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく騒ぎを鎮めることができた。うん。暴れてた子はバースタジオまでしばらく休ませてあげる。それと、富士、私の力がいるときはいつでも呼んで。あ、そう、レアリーグカード見たかった。見なきゃ。うん、ありがとう。じゃあね、今日は本当にありがとう。さあ、こんな感じで進めていこうか。さあ、レアリーグカード見てみようか。ヤローさんの、おお、あ、かわいい。これは変わんないかな。あ、いや、変わってる。勝負を楽しむために成績は振るわないが、ヤロー本人はとても強い。ジムチャレンジでウールたちが壊すボックスロールは1個350キロもあるが、ヤローは軽々転がしている。すげえな。合わせてウールも転がる。転がりすぎて、ジムスタジアムから逃げ出したウールを追いかけるヤローとワンパチをさらに街のみんなで追いかけるというのがターフタウンの新名物だ。かわいい世界ですことね。そして一瞬見えたけど、ルリナ、セクシー、セクシーだな、あなた。はい。ジムリーダーだけではなく、モデルとしても大人気。戦っている時とは雰囲気はまるで変わるため、ジムリーダーのルリナとモデルのルリナは別人だと思っている人も多い。ファイナルトーナメントは無念の1回戦敗退。彼女の負けん気の強さを知る関係者からモデルの仕事はと危ぶまれたが、最高の笑顔を振りまく。ただし、ジムは荒れていた。全部見てるよね。うん。まあ友達のもありつつ、フルコンさん近っ。さあ、そしてエンジンスタジアムにもやってきました。さあ、大丈夫カブさん。カブさん好き。お、いる。今どういう状況？チャンピオン、フジ、それにニュズ君にホップ君。カブさん、俺のこと覚えてくれたんだ。もちろんです。そもそもジムチャレンジを見事突破した君たちを見送ったじゃないですか。今世間話をしてる暇はないと思いますよ。その通り、実はスタジアムが大変なんです。そう、そのために俺たち来ましたからね。なんと、敵は強く一人で相手にするには難儀していたんだ。君たちが力になってくれるなら頼もしさが燃え上がるよ。では行こうか。行こうか。多分ね、炎タイプのダイマックスポケモンだからルイセンを先頭にします。さあ、どうだ。相手は誰だ？炎タイプだろう。あー、こいつかー。コータスね。
コータスね、結構苦戦した覚えあんだよな。誰使ってたっけな。まあいい。え、とりあえず、ルイ戦で。まあ一発でまた行くんじゃないかなと思ってはいます。ダイマックスパワーね。もう初っ端から溜まんの嬉しいよね。ちなみにコータスって、まあ、炎だけでいいのか。オッケー。じゃあ、決めちゃいましょう。ダイマックス、ダイストリームで。さあ一発だ。さあ、ルイ戦ダイマックス。で、まずは皆さんからかな。いや、俺からだ。もう終わらしちゃいな。みんなが何もすることなく、俺が先に終わらしちゃうんだからねー。よいしょ。うえー、全然食らうね。嘘でしょ。あれ抜群なのに。いやー、防御高いのか。舐めてたわ。正直舐めてた。まあでもこれは、はい、もう2回、まあもう2ターンか。もう2ターン全員で攻撃すれば。あ、もう行くな。OK。ダイアース。これはどうだどうだどうだ。あー、エースバン。あー、ポップちゃん。さあ、次。まあ同じくダイストリームで行くしかないよね。行ってみよう。さあ行け。さあ、どうかなどうかな。おし、もういけるんじゃないか。もうみんなの攻撃で終わるんじゃないかと思っているけども。地獄好き。さらに、カブさん決めちゃっていいよ。噛み砕く。ナイス。いったな。オッケー。よし。さあ、これでエンジンスタジアムも助けました。って感じで、もう8スタジアム全部やんのかな。どうにか自在の火消しができたようだ。暴れてたポケモンくんは、エンジンスタジアムでしばらく休ませてあげるよ。それと藤井、僕の力が必要であればいつでも呼んでくれよ。あ、ありがとう。嬉しい。なんだろう、休日のカブさんの服とか見れんのかな。分かってる。君たちはまだ他にやることあんだろう。若者よ、行け。健闘を祈る。さあって感じで、あ、鳴ってる。ピピピピピ。ん、これは、あ、フジ、スマホロトも鳴ってるぞ。フジ、大変。ポケモン研究所にシーソーコンビ。え、マジで現れたの。なんだって。そんな大丈夫かよ。今んとこ願い星渡せてネチネチ言われてるだけ。ネチネチまあ力ずくで来てないだけ、まあまだマシなのかなと。まあエレガンティでも怖いから早く来て。まあそう、怖いわ。何しでかすかわかんねえ。あの二人組もそうですよね。願い星を集めている。ソニア助けに行こう。朽ちた剣も取り戻すんだ。そうだな、行こう。フジ、ポケモン研究所急ぐぞ。うん、何も考えずにというとバカみたいですが、あいつはがむしゃらな方がらしいですね。同感です。ポケモン研究所ですか。まあ最後まで付き合いますよ。オッケー。行く前にカブさんのレアリーグカードが見てみたい。どんな、あれ意外と普通で、裏はカブ選手インタビュー。最近の戦いはまっすぐだね。僕も若いからね、勢いで燃やせば OK みたいな単純な強さだよ。でもね、最近勝たなかって鬼火を使うようにしている。だからみんなに言いたいね。ポケモンの可能性を試してほしい。覚える技、特性、道具の組み合わせ、きっと突破口があるよ。はあ、これなんだろう、カブ選手がさ、僕も若いからねって言ってるからさ、なんか昔のカブさんのインタビューが載ってるってことかな。あ、ほんとだ。あ、若かった。髪黒いもん。へえ、昔のカブさん、なんか確かにレア。さあ、それではポケモン研究所の方へ行きましょう。